こんにちは、ヒロさんチャンネルのひろきです。本日は非鉄金属業界の業界研究を行っていきます。この業界を一言で言うと隠れホワイト業界です。離職率が低く年収も高い、そしてあまり多くの就活生に知られていない、こんな特徴がある業界です。そもそも非鉄金属って何だろう、こう思った人多いんじゃないかなと思います。鉄金属とは鉄と鋼以外の全ての金属を指します。具体的には銅、アルミニウム、亜鉛、鉛などが挙げられます。スマホだったりパソコンだったり身の回りで使われているものにもすごくたくさん使用されています。そんな意外と身近な非鉄金属業界で押さえるべき重要ポイントはこちらの4つです。この4つについて詳しく解説していくので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。まず最初に採用に関する部分で、非鉄金属業界に隠れホワイト企業が多いといった部分を解説していきます。そこでの重要なトピックはこちらです。非鉄金属業界は参入障壁が高くて安定して利益率が高い、こちらを解説していきます。非鉄金属業界では工場や研究所などの莫大な設備投資が必要になります。そのため参入障壁が高くてすぐに事業を始めることや個人で事業を始めることが非常に難しい環境となっています。そのため競争相手が少ないため安定して高い利益率を保つことができます。その結果この業界では平均年収が高いです。業界を代表する企業の平均年収をお伝えすると、住友電気工業744万円、三菱マテリアル697万円、JX ホールディングス1204万円、古川電気工業685万円、住友金属鉱山835万円。鉄金属業界は基本的に企業に対してサービス提供をしていきます。そのため消費者と距離があるため、クレーム対応などの頻度が少なくなります。また素材という特性上消費者トレンドに左右されることも少ないため安定感があります。また B2B ということもあってすごく優良企業で世界的な支援も取っていたとしても知名度自体は一般には知られていないので、求人倍率がそこまで高くなりづらい、そんな特徴があるので隠れホワイト企業が多い業界だということができます。続いては非鉄金属業界の説明をしていきます。鉄金属業界は鉄以外の金属を扱う業界です。金、銅、ニッケル、アルミニウムなど非鉄金属の採掘を行う上流、それらを加工する製錬を行う中流、製錬された加工品を電気製品などにさらに加工して主に法人向けに販売する下流に分かれています。皆さんが毎日使っているスマホやパソコンにも非鉄金属はたくさん使われています。またさらに最近では 6G や IoT といった技術革新を背景に高性能な製品の需要が高まっています。電化製品や自動車などには非鉄金属を含む多くの高性能な素材のニーズが高いため、技術力の高い日系企業が注目されています。就活キャリアの悩みを無料匿名無制限でプロに相談できるのはキャリアオン。 98% の相談が1日以内に返信がもらえるので、面接前日の相談でも大丈夫。自分の知りたいことは検索でも解決できる。気になる方は概要欄をチェック。続いては非鉄金属業界を代表する企業を紹介していきます。業界を代表する企業の売上高はこちらです。ここでの重要トピックはこちらになります。トップ3社の特徴を簡単に押さえておきましょう。住友電気工業は1897年に導電線の生産から始まり、現在ではケーブルから複雑な電子回路製品まで幅広く手掛けているメーカーです。高い技術力を生かして電線製品を使う部品や機械も生産しています。電線分野においては送電用の電力ケーブル、通信用の光ファイバー、車載用ケーブルなどエネルギーを運ぶだけではなく情報も運ぶなど世の中のニーズに合わせて進化しています。現在では電線製品から派生した自動車、情報通信、エレクトロニクス、環境エネルギー、産業素材の5つの分野で製品を展開しています。三菱マテリアルは三菱金属と三菱工業セメントが1990年に合併して誕生した三菱グループの素材企業です。石炭やセメントだけではなく銅製錬事業や家電製品のリサイクル事業などさらなる事業の多角化を進めています。国内1位、世界1位を獲得している商品サービスを複数持っている企業です。
JX 金属グループは1905年に創業された資源開発から金属製錬、先端素材の開発・製造を行う非鉄金属業界のリーディングカンパニーです。当時から銅の採掘、製錬、加工に強みを持ち、現在でも変わらず銅事業に大きな強みがあります。上流の資源開発から下流である素材の開発まで一貫して銅事業に携わっている点に強みを持っています。また高機能製品において世界でトップシェアの商品も持ってます。どんな商品かというと、回路基板などに用いられる圧延導箔や半導体製造に欠かせないスパッタリングターゲット、こちらで世界トップシェアを誇っています。続いては日本の非鉄金属業界の未来についてです。ここで重要なトピックはこちらです。現在世界的に脱炭素に向けた動きが高まっています。非鉄金属業界でも脱炭素関連の開発に向けた動き、こちらがどんどんと強まっています。具体的には温暖化対策に伴う自動車の燃費規制強化を受け、電気自動車の普及が見込まれています。こうした状況のため、非鉄金属業界では車載用の次世代電池や電気関連部品の需要の増加を見込んでいます。住友金属鉱山では車載用リチウム電池の製極材として用いるニッケル酸リチウムの分野で世界トップシェアを確立しています。今後の需要拡大を見据え、電池材料を成長事業としてニッケル酸リチウムの生産増強を行っています。2027年には現在の倍以上にもなる月産1万トンまで生産を拡大していこうという計画を発表しています。また脱炭素の動きとしてアルミの需要拡大も期待されています。自動車業界では以前にも増して車体の軽量化が進められています。 EV 化によってモーターや電池の搭載で車両重量が増加しており、軽量化による燃費向上に向けたアルミ材の採用が進んでいます。古川スカイと住友軽金属工業の経営統合でできた UACJ では、こうした自動車業界の変化を捉えて EV 用アルミニウム材の開発を強化しています。素材の名前だったりはなかなか聞き慣れなくて大変だったかなと思うんですが、非鉄金属業界においてどのような分野に注力していくのか、こういったところはすごく大切なところだったので解説していきました。以上が非鉄金属業界の業界研究になります。この動画が皆さんにとって少しでも参考になっていれば嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございました。